クラウス・キンスキーは、ドイツ人の俳優。長女のポーラ・キンスキー、次女のナスターシャ・キンスキー、長男のニコライ・キンスキーは共に俳優となった。自由都市ダンツヒのツポットで、薬剤師の子として生まれた。父親は、ポーランド系の血を引く、ドイツ人。4歳の時、一家で、ドイツ本国ベルリンに移住。第二次世界大戦に、ドイツ兵として従軍した後に、 演技の道に進み、舞台でシェイクスピアやフランソワ・アビヨンを朗読するなどしていた。中でも公演の際はステージ上で政治的発言や観客に対しての過激な言動をするなど、その得意な個性は映画界進出後も変わらなかったという。映画デビューは1948年。1950年代から1960年代は主に戦争映画や マカロニウェスタンやエドガー・ウォーレス原作映画などに出演。1955年、ルート・ビヒ二世を描いた本国版の旧西ドイツ映画、ルート・ビヒ二世ある王の栄光と没落で、ルート・ビヒ二世の弟である、夫を一世を演じた。撮影は、前年の1954年8月3日に、クランクインし、約3ヶ月後の11月11日にクランクアップ、した。 その後ヨーロッパで活躍するが、特にベルナー・ヘルツォーク監督の5本の作品が有名である。ニュージャーマンシネマの騎士として注目され始めていた、ヘルツォークの出世作とも言える1972年の、アギーレ、神の怒りにおける強心的な英雄像をキンスキーは体現。これにより以前までのキャラクターとは全く異なる変貌を遂げる。この後は、社会的問題作を量産し、 一筋縄ではいかない、性格俳優として君臨してゆく。なが撮影現場では常に、スタッフ、監督はじめ、撮影地での現地住民たちとも衝突。数多くの争いの火種を生み、痛烈な批判を浴びたことでも知られる。そんな環境下にありながらも、対立、確執を繰り返しながら、おびただしい数の作品に主演。ヘルツオークとは、フィツカラルド。 コブラベルデといった芸術的傑作を晩年まで作り続けた。こうした幻覚かつ熱狂的な個性を逆手に取り、オカルトやサイコスリラーをテーマとした作品においての強烈な犯罪者や悪役にもしばしば登場した。上海人召喚チャイなどオルでは、王のみゆきと本番行為を演じ話題となった。1989年のパガニーニでは監督も務めている。 1972年以降の代表作に、ノスフェラトゥ、ヴァンパイア・イン・ベニス、アンドロイド、スター・ナイト、クリーチャー、クロール・スペースなどが日本でも知られる。長女のポーラ・キンスキーを5歳の頃から14年間に渡って繰り返しレープしていたと、死後に発行された長女の自伝で指摘されている。次女のナスター・シャキンスキーも四から五歳の時に体を必要以上に触られたり、 強く抱きしめられたりした。ナスター社は愛情に満ちた父親の抱擁ではなく、それ以上のものだと直感したと発言している。ドイツのビルトガムによると、クラウス本人も1975年に出版した自助伝の中で自身の小児世愛を告白し、長女のポーラが3歳くらいの時に売春宿に連れて行ったこと、17歳の少女の前で未成年の その妹と性的関係を持ったことを記述し、1985年のテレビ番組内では、少女と性的関係を持てば、ここでは有罪だが、結婚が認められる国もあるなどと発言した。なお2004年公開の映画、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ。夕日のカスカベボーイズにおいてクラウスという彼をモデルに、したキャラクターが登場する。西ベルリンのジャズクラブ。 アイアーシャールに、ベルリンのブリジット・バルドーとして、出演時に出会う。当時20歳。1961ハット・デビッドソン、ジョミー、ィテラトリアライジング・ザ・ニュージャーマン・チネマ、リー・ジョンツ・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・ミネソッタ。1999、p 8十2 0 0 7年、東京のアテネ・フランセ文化センターで開催された、ヘルムート・コイトナー監督特集の中で日本語、字幕付きで、 DV d 上映された。アテネフランセ2007年1月2月3月、上映スケジュール、ゲーテインスティトゥート公式 HP での紹介、クーラウス・キンスキーの長女が、父親からの性的虐待を、告白映画、ドットコム2013年1月13日父の、性的虐待を恐れていた女優のナスターシャ・キンスキーさん、告白 MSN、産経ニュース2013年1月14日。 独女優上野ノキンスキー、父親からの性的虐待語った姉に、ンジ AFP、2013年1月14日。ありがとうございます。